おっとっとっと。これなんでしょうね。なんか、ランタン使うのには必要だとか言ってましたけど。OK。あ、シルバーじゃないですか。いいぞ、かっこいいぞ。よし。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。今日ね、スチームワールドリーグのその2やっていきましょう。展開的にはね、ツルハシが初期段階から2段階くらい強くなって、カッパーツルハシっていうものになりました。ということでね、いろいろ掘れる範囲も広がったかなって感じです。ただまだこの硬いやつは掘れない。うん。というわけで、どんどんね、まずはお金集めて、ポーチとかを大きくしたいんで、まあそんな感じでちょっとね、進んでいきましょう。このゲーム、こっからちょっと見た人のために若干説明ですが、とりあえずは、まあ、こうやって、そうですね。まあ、鉱石を掘りまして、まあ、メインの目的は他にもいろいろあるんですけど、鉱石を掘る、で、町に戻る、そしたらそれがお金にしてくれる、まあ、それで少し新しい、まあ、そうですね、武器とかが水橋を強化できたりするので、そんな感じで壊せる範囲が広がっていって、まあ冒険が進む。で、かつここにちょっと洞窟とかがあるんですが、まあそんな感じで、そこでね、ちょっとね、いろんな主人公のアクションが若干増えたりするっていう、そういうね、展開があります。というわけで、まあ、どんどん下に掘っていくためにね、行って戻ってを繰り返していくっていう、そういう感じですね。うん。というわけで掘っていきましょう。まあ、道中にはこうやってちょっとモンスターを見ます。通称バグって呼ばれてます。まあ、そのまんまじゃそのまんまですが。おっと。おー、すげえ。今のはうまいね。まあ、基本的に、あと、かつ主人公はこうやって壁キックができるんで、まあ、戻るときはあんまり気にしなくても OK です。バグは復活前に倒せばすぐ倒せる。で、右上にカンテラーかな？まあ、とりあえず、炎があるっていうか、まあ、ライト的な照明的なものがあるんですが、燃料があって、それがね、そのままずっとやってると減ってくるんで、それがなくなる前に補給するか、もしくは街に戻る必要があります。というわけで、まあ、生命線ですね。まあ、その、ライフというか、敵に当たると減っちゃうものっていうものは、まあ、別にまた、左上にありますが。というわけで、アイテムがいっぱいになっちゃったなって感じなんで、こういう時は戻りましょう。で、とっととちょっとお金を稼いで、ポーチを買いたいですね。はい、ちょっと戻ってきました。個人的なお気に入りポイントなんですけど、まあ、主人公がこうやって、なんか頭をぶつけると、まあ、主人公ね、機械なんで、なんかそれっぽい音がするのがとてもね、なんかこだわってて好きです。はい。では、ちょっと生産しますか。まだまだか。うん。ただお金は31円集まったんで、ブランキーっていう、まあ、物を売ってくれる方から、ポーチをもらいましょう。オッケー。やっぱりポーチを大きくしたいね。お金が効率良くなると思うしね。うん。というわけでアイテムがね、今、下のところ見ていただければわかるかなと思うんですけど、まあさっきは3つだったんですけど、4つになりました。というわけでかなり物語の展開というか、まあゲームの展開としてはかなりサクサク、まあね、探索があって、そうですね、購入があってっていう感じで、どんどんね、主人公のできる幅を広がっていくのはすごいテンポ早いですね。というわけで、どんどん行きましょうか。しばらくの間は少し鉱石集めになるかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、ちょっと掘り進めていったら、またなんか洞窟がありました。入ってみましょうか。なるほど。で、洞窟みたいなところに入ると、結構ね、アクション的な要素が強くなりますね、一気に。これはさ、あら。まあ、いけるか。ここはダッシュジャンプでいける。おー、そっか。うわー、難しいな。これどうするんだろう。ちょっとわからないですね、これは。まあ、ここまではいけるんだけど、っていう感じかな。ダッシュジャンプで乗れるしってところですが、勢いよくジャンプすればあそこ届くかなって感じかな。ちょっと試してみるか。お、やった。うん、OK、OK。ってな感じですが、次だね。おっと。
主人公のラスティなんですが、高いところから落ちるとダメージを受けてしまうんで、まあ、若干注意なわけなんですが、お、なにこれ？お、なんかオーブみたいなもんかな？ OK。ここの壁は掘れないんで、うん、OK。まあ、ここは結構探索したということにしましょうか。というわけで、高所の落下は注意ですが、ここはまあ、やりたいことできたかなって感じで。さて、ちょっと火が足りねえな。ここら辺に石あったな。それだけもらってっか。ここはちょっと、この岩が2つ怖いですが。まあ、できるだけ効率重視したいので。OK、帰ろう。なるほど。脱出も結構、ドキドキですね。はい。ちょっと今回欲張っちゃったからな。間に合うかな。まあ大丈夫か。よっしょ。こういうね、ちょっと自分が分かりやすい帰り道とか作っておくのも重要かなとは思います。うん、間に合った。さあ、ちょっと買い取ってくれ。一番のゴッカーレートって、まあいい。店は一つしかないような気がしますが。オッケー。よし。うん。ランタンがパワーアップしたらしいですね。はい。全部しました。お。コーラルランタンですね。なるほど。薪の代わりに石炭を使っている長持ちするランプだ。おお、これは欲しいですね。で、かつなんかこの、今青い、ちょっとね、玉みたいなのあるけど、これが、青と銀の玉みたいなけど、これが必要らしいですね。で、お金は40か。全然足りねえな。はしごランプ。うん。いやー、全部欲しいね。参ったな。まあ、こういう時はね、やっぱり、世の中は金でしょうか。ちょっとお金集めてきます。ちょっと仕事してきます。はい。じゃあ、進んだ深さ的にはさっきと同じくらいでしたが、アイテムいっぱいになったんで一回戻ります。さあ、この戻るのも結構大変。さあ、帰ってきました。まあ、普通に今回は生産してもらって、なるほど、一回で20円ぐらいか。ただね、これでですね、やっぱりね、探索効率上げるためには吊る橋かなと思います。ここら辺のものもすごい気になるんですが、というわけで、吊る橋をいただきます。次がアイアン吊る橋ですね。はい。さあ、これでどうだ。これでかなり楽になるか。まあ、試してみますか。じゃあね、引き続き次はやっぱりポーチとランタンを強化したいなってところです。お、いいね。ここら辺のやつがね、ちょっと3回ぐらいかかってたのが1回で壊れるようになったのはかなりありがたい。じゃあね、こんな感じでどんどんね、掘っていきますか。強いですね。やっぱりね、さっきまで壊せなかったやつがね、すぐ簡単に壊せるのはという気持ちがいい。あ、痛い。ちょっと高所落下注意ですね。めちゃくちゃ減った。怖いわ。で、これさっきちょっと取れなかったんですが、うん。まあ、ここら辺からちょっと再開です。あんまりね、ちょっとその、今の落下とかを考えると、直線的に掘るのが、おっかないなと思います。敵を倒すとランタンになる。燃料ですね、燃料。あ、危ね。というわけで、ちょっと忘れてると、この石とかも置かないですね。石が怖いんで、あれは掘っておいて、お、ちょっと待って。あれはもしかしておじさんが残してくれたやつかな。ちょっと行きましょうか。お、あれ、ちょっと、あ、ワープゾーンか。はいはいはい。おー、これはいい。すごいありがたいですね。ただライフは減ってるままか。うん、オッケー。まあ気をつけましょう。ただまあ、いい機会なんで生産しちゃいます。なるほど。深く掘り進めればもっとね、価値のあるものがあると。今回はなかなか。よし、オッケー。
57か。買えるものはあったかな。まだまだですね。OK。では、これもちょっと駆使して、どんどんね、集めていきましょう。まだこれはさすがに壊せないか。うん。さて、めっちゃでっかい岩とかあります。かつね、ちょっと2って書かれてるところがあるんで、まあ、ワープゾーンもちょっと近いんで、行ってみましょう。ここら辺ではアクションを要求されますね。おっと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 。ここなんですが、とりあえずこれでどうよ。うん。お、ラッキー、ライトも回復した。オッケー。ちょっとここはダッシュ駆使していきますか。はい、よいしょ。オッケー。ここは下に行っていいのかな。まあ、下行く前にこれは回収しておきましょうか。で、ちょっと落下注意なんで。あ、そっか、水があるから大丈夫よって感じ。わあ、強そうなやついるね。倒せる？攻撃のチャンスを。うん。倒せないこともないな、ね、よ。またすごいなんか、そこ落ちちゃうかって感じですが。めっちゃ攻撃しますか。あ、オッケー。それでは、あそこ行けばなんかまあ、多分もうゴールかなと思うんですが、ちょっと反対側も少し見てみてから。なんかあったりしますかね。ちょっと出口っぽいな。うん。え、うん。ちょっと能力をもらっておきましょうか。まあ、こんな感じでなんか置いてあると、さながらメトロイドみたいな感じもしますが。まあ、ちょっとね、電流を走るって感じで、スチームジャンプ。はい。街に戻ろう。めっちゃ帰りたがってますね。まあ、僕もね、会社行ってね、多分ね、1時間ぐらいで、ああ、家帰りたいなって思うことなんて、日常茶飯事なんですが、スチームジャンプをチャージして、あ、これ水溜めてんの？ほー、なるほどね。すごい。あ、すごい、頭で割れた。あ、これで上方向へもなんか、ちょっとね、対応できるわけですね。へえ、面白いな。こうやってどんどん主人公も強くなっていくわけだ。え、これはどれでしょうみたいな感じ。嘘。え、全部やりたい。まあいいや。おっとっとっと。これなんでしょうね、なんか。ランタン使うのには必要だとか言ってましたけど。OK。あ、シルバーじゃないですか。いいぞ、かっこいいぞ。よし。これでちょっとずつ戻れるかな。OK、回復して。でですね、あっと、落ちちゃった。ただ、こういう時にも、OK、新アクションですね、強い。じゃあ、水をこうやって確保しながら、あっと、待って。うん、ここのこういうものは手に入れておいて、で、降ります。これで一旦戻るかな。ほう、というわけで、こういうところね。まあ、水あるところはちょっと限られてますが、うん。移動できるようになったと。さて、町に帰りたいような気もするが、どうしようかな。ちょっと掘ってから帰りましょうか。お、あ、水は限られてるのか。ちょっと注意ですね。お、なになになに。あ、そっか。敵か。OK。あぶね。あー、やっちゃった、マジで。あ、しまった。一撃か。修理しますが。うん、ローラさんに怒られました。うん、旅の余裕をどれだけしちゃって足りないものよと。本当ですね。ちょっと話を聞いてみますか。ジョーはいつもこのバーに来てた。うん、バーでいつも何かをメモしていた。地図みたいじゃない、何かマークもついているし。はあ。というわけで、このゲームやっぱり落石は本当に注意しないとダメですね。一撃死んでしまいます。というわけで、これは僕のものかな。
というわけで、まあね、死んだところにちゃんと前取ったものはあるので、多少そういうことあると、まあ、安心ではあるんですが、まあ何よりもお金もかかっちゃうので、注意ですね、はい。ちょっと、出口も近いんで、一回清算してきます。これはあれですね。スチームジャンプの話かな。全然足りないな。63円か。ちょっと足りないな。うん。探索続けましょうか。あ、アイテムいっぱいか。よし、一回ちょっと戻りましょう。まあ、ここら辺にあるのはちょっと高い値がつきそうなのはシルバーぐらいかなと思いますが。はい、一回戻ってきました。OK、レベル上がった。テレポーター。ちょっとね、ジャックランキーおじさんに。危険な場所だったのにさらに掘り進んだなと。お前もジョージに似て頑固なやつだ。まあね、クランキーおじさんは心配してくれてますが、相手は撃ってくれる。うん、一体何が欲しいと。おー。え、ワープルートを作れるんだ。面白いね。とりあえず、今欲しいのは、お金もそんなに芳醇ではないんだけど、やっぱね、ミディアムポーチかな。じゃあ、テレポートはいいですか？もらっといて。もらいました。うん、まあ、ただ今はそんなに、ワープポイントには困ってないような気もするので、まあちょっとね、式が来たら使ってみようかなって感じで持っておきましょうか。ではね、次はやっぱりまあ、ランタンかつ、ランタンと次はあれか、まあ、吊り橋をまた強くできるから、ひたすらやっていきますか。じゃあ、なかなかいい功績も出てきたなって感じです。おお、すげえ。さて、これはさっきね、アイテムいっぱいになったところあたりなんですが、まあ、新しい敵というか、あいつもいるんですけど、これ何？お、ブロンズ？うん。めっちゃ破壊してますね。まあそれはいいんだけど、まあこうやってはめてやろうか。OK、出した。で、かつちょっとね、穴があるんでそこにも行きたい。これは壊せないか。あ、ダメだ。なんか硬そう。うん。OK、硬いものは掘っておこう。入ります。あったったった。これは怖いですね。これはいいんだけど、これはどうにかできるのか。わかった。これってさ、少し先なら壊せるよね。で、いけるんで、その同じ要領で、ここも行き。で、これはきっと落ちるんで、こうやる。少し先はこうできるから。はい。これぐらいかな。隠し通路とかない。じゃあ、戻りますと。シンプルにこんなもんかな。ちょっと忘れがあったらあれですが、戻りましょうか。さあ、意外といっぱいになってきた。ワープみたいのをちょっと使ってみてもいいかな。ちょっと操作方法確認。うん。道具を使うのは X ですね。はい。はしご、うん、いろいろあって。じゃあ、X でここら辺にちょっと作ってみようか。お。お、いいじゃない。お、簡単にワープできましたね。生産してください。結構お金貯まるようになりましたね。いいね。じゃあお金も結構貯まったんで、欲しいもの買えるかな。ポーチは大きくしたし、あ、やっぱり何よりも吊り橋かな。吊り橋。で、かつテレポーターは持っといて損はないでしょう。ビッグポーチですね。これが最大のポーチだと。はいはいはい。で、ランタンのことすっかり忘れてましたが、そろそろ持っといてもいいかな。OK。うん。
じゃあまあね、ゴーレンの吊る橋、ビッグポーチは欲しいところですね。うん。オッケー、今日も結構サクサク進めて、掘り進めてみました。自身の強化とかアイテムの強化がすごいスピーディーに進むんで、うん、なかなか短い時間でも結構達成感をね、ちょこちょこ感じられるいいゲームだなと思います。まあね、スイッチなら携帯モードとかでもできるので、まあね、寝る前にやってちょっと睡眠不足になっちゃいそうな、そんな感じのね、いい感じの中毒性があるタイトルかなと思います。じゃあちょっと続きはまた出るかもしれませんが、まあこんな感じのゲームだってことでよろしくお願いします。じゃあね、また他の動画含めて時間ある時にご覧いただければ嬉しいです。じゃあね、今回はこれぐらいで終わります。失礼いたします。